雨の日は基本的に部屋で過ごしますね。甘いミルクティーなどを入れ、音楽を聴きながらゆったりとした時間を楽しみます。外に出ることはあまりありません。我が家には犬もいるのですが、彼も雨の日はあまり好きではないようですから。美しい長い毛を持っているので濡れることを嫌がっているのでしょうね。雨が降っていると散歩はまたというように窓辺で休んでおります。家の中から見る雨の景色は好きですよ。見慣れた景色が雨粒によって輪郭が曖昧になって、絵画のように抽象的な風景へと変わる。そんな景色を眺めるのもまた雨の日の楽しみの一つではありますが、本日の撮影テーマは雨の日のデート。さて、どんな一日を過ごしましょうか。急な雨には困ってしまいますね。もう少しこちらへ寄ってください。小さな傘ですから、それでは濡れてしまうでしょう。私の方が濡れている？お嬢様はお優しいけれど、お気になさらず。あなたが少しでも濡れないように努めるのが私の役目ですから。このような天気の変化に備えて、こうして折りたたみの傘も日々持ち歩くようにしています。空は気まぐれです。さっきまで青く広がっていたかと思えば、時折雲に覆われてこのように雨を降らせる。けれどこの神、お嬢様のために、その変化にも惑わされないと誓いましょう。